それで、とにかく一遍やめさせてもらおうかなと思って、うん、島永君に相談したんですけどね。そしたら、島永君は何でもかんでもとにかく、やってきます。島永君は共犯者ですな。だから文教、風教上の。しかし私なんかその先生がこの年をお召しになってからああいうものを思い切ってお書きになるというようなことがなんか非常にいろんなふうに考えられたんですけどね、前からそういうお気持ちいらしたんですか一度。いえ、あれは前からじゃありません。そうですか。ああいうものをお書きになりたい方って多いようですね。それで後で志賀先生まで書きたいんだなとおっしゃっててね。志賀君が今度はほら、なんていうかな、石油とかいう本出したんですよ。あれにね、座談会ね、あの座談会に鍵のことが出てくるんですよ。あれは志賀君と、それから無精氏と、辰野入った。入ったんですよね。そこでも無精氏が、あれは、その、途中から出せちゃう。してしまって惜しいことだとか言ってますよ。ムルセイさんもしきりと書きたかったですね。そうですね。ああいうものをね、書きたいっていう気持ちの人が多いんですね。一定の年齢を越すと。越すとね。やはりほら人間の大事な一つの欲望の一つ。だからはっきり書いておきたいという気持ちになるのかしら。どうなんでしょうね。それはありますね。確かに。辰野はあれはその何のカフさんの四畳半ね、あれと同じようにこれもその死後まで発表しないでおいた方がよかったりと書いてますよ、その座談会の中でね。はあ、はあ、四畳半面白かったなあれは。どうもしかし一般には読むことはできないんで。もうああいうものはお書きになる計画ございません。まあ何かなんですね、風も吹きまして書かないとも限りませんけども、書かないともあれも突然でしたね。何が私は全然あのご計画は伺ってなかったですよ。そうです、どういうものを書くっていうことは全然ちょっと前に言ったような、こう書体自体を変えてこのカタカナとひらがなとでこう風にしてこういうように書くんだって話したいように思ったんですよね。しなかったですかね。いえ、そういうまあセックスを中心としたストーリーだというようなお話は伺ってなかったんです。あ、そうですか。だから第1回の原稿をいただいてちょっと驚いた。ショックです。しかしまあ戦争あるいは戦争前だったら とても許されないですね。許されないね。戦後は本当に。映画はご覧になりましたですか、あの鍵の。あれね、あの時に、だいぶ変えちゃったんで喧嘩しましてね、大栄と。しばらく怒って僕はその岡村に曲げてしまって見なかったんですよ。だもんだから、それで長い間見なかったんですよね。今年になってですよ、初めて見たんです。そうですか。大栄まで行って、であそこの試写室で、ね、見れてもらいまして、だからあれに面白いことは面白くは見ましたけど、自分のものという気はしませんでした。色が随分綺麗でございましたね。綺麗ですね。色はもう実に綺麗だったな。まあとにかく鍵はもう戦後のやっぱり一つの大きなトピックだな。しかし今最初に僕が計画した通りどんどん書いてたら、やっぱりもうそれこそは議会引っ張り出されたかもしれないですね。そういう考えがちょっとそういうところがあったもんありましたね。でそういうことがあったんでやめたんですよね、僕も実は。いや、そうするとやはり書いていらっしゃる途中でそういうようなこの動きをお感じになったわけですか。そのまま書いていけば何か問題になった、なと感じました。そうですか。投書なんかたくさんございましたか。いや、投書は一つか二つあるとかありましたけど、さ、新聞社の あなたの本意はあったか知らないが、私の本意はありません。いや、一番大きいのは扇屋さんがね、週刊朝日で芸術家わいせつ家っていうトップ記事を出したでしょ。あれで俄然にぎやかでした。お宅の試合は投書来ましたか、その前あるいは後でも。いや、ないですね、不思議とありません、私のとこじゃね、石原慎太郎君の太陽の季節、あれ載せた時には毎日10通ぐらい連日来ましたね。あ、そうですか。初めはもう全部反対なんです。
ああいうけしからん小説だって言うんでね、ところが 2,3 ヶ月すると今度は賛成だと、あの小説いいじゃないかという声もあってきてね、なんか随分おかしかったですがね。太陽の季節は僕はしかしなかなか面白く見た。あれから太陽族なんて言葉が生まれて、この頃またなくなっちゃいましたけれども、太陽族より斜陽族の方が言葉の方が流行ってるじゃないですか。まだまだいくらか。そうですね、斜陽族は割に長く続いてますですね。また途中で非常に早く流行ったのはあのがめついっていう言葉ですね。実は早かったな、一般化するのが。あれは先生、この間あの菊田さんに伺ったんですけど、がみついってのはあまりがみついって言います。がみついってんだそうですね。あまり使わない言葉じゃない。あまり使わないそうですね。私大阪でかなり聞いたら知らないって言うんです、やっぱり。ああそうですか。それでなんて知らないって言うんです。それで竹内君から聞いたら知ってました。嫌な言葉だな僕はあれは。そうですね。言葉としてなんだか面白いな。そうなんだ。あれは菊田さんのそうするとある意味じゃ発見であるし発明みたいなのがありますね。えげつないなんていうところ言葉はちょっとすぐ分からない言葉で想像できるし、そんなに珍しいことあの不思議なことはないけど、がみついってのは嫌な言葉だな。麻雀の方で使うんじゃないんですか。ああがめくるでしょ。がめくる、あれとああいうものがいろいろ入ってるんだと。そうでしょうね、言いますね。大阪の古い言葉でもないんですかしら。そうしますと、ここ神戸が多いと言いますよ。まあそうですか。しかし言葉はどうも関西からどんどん入ってきて入ってきますな、この噂が、先生はそういう意味では関西文化のこのなんとか紹介者としてこの非常にあだな先駆者的なそうですね、それは随分僕はあると思いますよ、そういうところは。関西まで仕入れに行かれ少し文学の話しなくちゃいけないじゃないですかいや、それだって鍵だっていくらか文学どうもすいませんいくらかじゃ大変失礼だと思います。先生、ご自分で一番お好きな作品は何ですか。そうですな、やっぱり少々しのぶとなんて好きですよ。それから、ささめきはいか。嫌いじゃないですけども、そう好き、なんかあんまり少し不必要に長すぎたような気がしますね。ああ、そんな嫌いじゃありませんか。ああ春金賞とか、春金賞も嫌いじゃないです。万事、万事とね、縦食い虫好きです。しかし随分明治の末からずっとお書きになってらっしゃるんだから、たくさん作品がありますね。恥ずかしいもくだらないもの随分多いですよ。しかしその島中さんに言われて仕方ないから全集に入れたんだけど、やめたい載せたくないものもたくさんありましてね。実際源氏物語の翻訳っていうのはどうしてお考えになったんですか。どうしてあれは、僕自身にもちょっとそういう考えはありましたけども、あなたのお父さんがに勧められたのがでだいぶその気になりましたね。いや、その創作意欲が衰えられたって言っちゃ失礼な話ですけど、まあ創作活動に非常に熱心でおありになれば、ああいう翻訳に手をつけになる。あれは創作活動が衰えたからやってみ、やってみようという気になったんではありませんね。あれはやっぱり、あの源氏の翻訳はあの自分で本当にやっぱり創作するような気でだいぶしましたね。そうですね、先生の源氏物語に対する執着というのは大変なもんですね。相当執着ありますね。今の人にはやっぱあれじゃなかなか読みにくいだろうから、もう一遍やれればやってみてもいいくらい思いますよ。そうですか。だけどもとても今度はもっと分かりやすくする方法がなかなか思いつかないですけどね。その前の源氏の翻訳と前のダメですよ。一番先生、どういうところが違うわけですか。原文に近くなってますね、今度のずっと後の方が。前のはだいぶこう違ってますね、長ったらしく。原文が短いセンテンスがポツポツと簡潔にやってるのがダラダラと長くなったようなところがたくさんあるんです、前のやつには。先生の文体上の好みが変わられたわけですか。そういうよりはやっぱり下手だと思いますね、前の自分の。役し方が下手だと思います。
先生、あの古典、日本のこういう古典は大変お読みになっていらっしゃるんですが、中国のものなんかいかがでした？中国のものはなかなかあの、この小説はなかなかこれは漢文が難しくなしてね、向こうのやつは。だからなかなかよく読めませんよ、私正直言うとね。お好きでない？好きは好きで、あの例えばあの日本の翻訳なんだとこう対照してはよく読みましたけども、とも訳がないとなかなか日本の訳が ついてないとちょっとなかなか読みにくい、読めませんね。それから先生、西洋絵は全然まだいらっしゃいませんですね。もう10年も私年が明けばいいけど、もしかし今行く気がないですよ。それやっぱり日本のもので書いてみたいと思うのはまだありますけども、向こう行ってという気は今と、体が丈夫なら見物に休みに行くというような気は、行きたいという気はありますけども、体が今、体と金がダメでとても行く気がない。花風先生の、まあ、とのことはもう最初にいろいろお話を伺ったんですが、他に先生のお友達で、まあ、今でも非常に何か印象に残ってる、今現にはほとんどあの、まあ、病気で出て歩かない線もあるし、僕も東京にいないからでもあるけど、一体僕はあの分断人と交流が少ない方ですからね。そうですね、ほとんどないですよ今では。まあ、あのたまにあの志賀さんとかに頼み訪ねていくくらいのことはありますけど、始終付き合ってるって人はありません。前からそういうお気持ちいらしたんですか、一度？いえ、あれは前からじゃありません。そうですか。前からじゃありません。ああいうものをお書きになりたい方って多いようですね。それで後で志賀先生まで書きたいんだなんておっしゃっててね。志賀君が今度はほら、なんていうかな、石油とかいう本出したでしょ。あれにね、座談会ね、あの座談会に鍵のことが出てくるんですよ。あのあれは志賀君とそれから無精氏と辰野入った、入ったんですよね。そこでも無精氏があれはその途中から出せちゃう。してしまって惜しいことだとか言ってますよ。ムルセイさんもしきりと書きたかったですね。そうですね。ああいうものをね、書きたいっていう気持ちの人が多いんですね。一定の年齢を越すと。越すとね。やはりほら人間の大事な一つの欲望の一つ。だからはっきり書いておきたいという気持ちになるのかしら。そうなんでしょうね。どうなんだろう。それはありますね。確かに。辰野はあれはその何の花風さんのあの四畳半ね、あれと同じようにこれもその死後までかかその発表しないでおいた方がよかったりと書いてますよ、その座談会の中でね。四畳半面白かったなあれは。どうもしかし一般には読むことはできないんで。もうああいうものはお書きになる計画ございませんか？まあ、なんかなんですね、風も吹きまして、ね、聞かないとも限りませんけども、書かないとも。あれも突然の出したね。何が？私は全然あのご計画は伺ってなかったですよ。そうです。どういうものを書くっていうことは全然。ちょっと前に言ったようなあのこう書体自体を変えて、このカタカナとひらがなとでこう風にしてこういうように書くんで話したいように思ったんですよね。しなかったですかね。いえ。そういうまあセックスを中心としたストーリーだというようなお話は伺ってなかったんです。あ、そうですか。だから第1回のお原稿をいただいてちょっと驚いてた。ショックです。しかしまあ戦争あるいは戦争前だったら とても許されない。それは許されませんね。とても戦後は本当に。映画はご覧になりましたですか、あの鍵の。あれね、あの時にあのだいぶ変えちゃったんで喧嘩しましてね、大家と。しばらく怒って僕はそのおかんぶに曲げてしまって見なかったんですよ。だもんだからそれで長い間見なかったんですよね。あの今年になってですよ、初めて見たんです。そうですか。大家まで島中さんに言われて仕方ないから全集に入れたんだけど、やめたい、載せたいくないものがたくさんありましてね。源氏物語の翻訳っていうのは
どうしてお考えになったんですか。どうしてあれは、僕自身もちょっとそういう考えはありましたけども、あなたのお父さんがに勧められたのはでだいぶその気になりましたね。いや、その創作意欲が衰えられたって言っちゃ失礼な話ですけど、まあ、創作活動に非常に熱心でおありになれば、ああいう翻訳に手をつけになる。あれは創作活動が衰えたからやってみ、やってみようという気になったんではありませんね。あれはやっぱり源氏の翻訳は自分で本当にやっぱり創作するような気でだいぶしましたね。そうですか。先生の源氏物語に対する執着というのは大変なものですね。相当執着ありますね。今の人にはやっぱあれじゃなかなか読みにくいだろうから、もう一遍やれればやってみてもいいくらい思いますよ。あれですか。だけどもとても今度はもっと分かりやすくする方法がなかなか思いつかないですけどね。その前の源氏の翻訳と前のダメですよ。一番どういうところが違うわけですか。原文に近くなってますね。今度はずっと後の方が、前のはだいぶこう違ってますね。長ったらしく、原文が短いセンテンスがポツポツと簡潔にやってるのがダラダラと長くなったようなところがたくさんあるんです、前のやつには。先生の文体上の好みが変わられたわけですか。そういうよりはやっぱり下手だと思いますね。前の自分の訳し方が下手だと思います。先生、古典、日本のこういう古典は大変お読みになっていらっしゃるんですが、中国のものなんかいかがでございました。中国のものはなかなかこの小説はなかなかこれは漢文が難しくなしてね、向こうのやつは、だからなかなかよく読めませんよ、私正直言ってもね。お好きでない。好きは好きで、例えば日本の翻訳なんだとこう対照してはよく読みましたけども、とも訳がないとなかなか日本の訳がついてないとちょっとなかなか読みにくい、読めませんね。それから先生、西洋へは全然まだいらっしゃいませんですね。全然もう10年も私年が明けばいいけど、もうしかし今行く気はないですよ。それやっぱり日本のもので書いてみたいと思うのはまだありますけども、向こうに行ってという気は今と、体が丈夫なら見物に遊びに行くというような気は、行きたいという気はありますけども、体が今いろんなことがなんか非常にいろんなふうに考えられたんですけどね、前からそういうお気持ちいらしたんですか。一度あれは前からじゃありません。そうですか。前からじゃありません。ああいうものをお書きになりたい方って多いようですね。それで後で志賀先生まで書きたいんだなとおっしゃっててね。志賀君が今度はほら、なんていうかな、石油とかいう本出したですよ。あれにね、座談会ね、あの座談会に鍵のことが出てくるんですよ。あれは志賀君とそれから無精氏と辰野入った、めっちゃですね。そこでも無精氏があれはその途中から出せちゃしてしまって惜しいことだとか言ってますよ。無精さんもしきりと書きたかったですね。そうですか。ああいうものをね、書きたいっていう気持ちの人が多いんですね。一定の年齢を越すと。越すとね。やはりほら人間の大事な一つの欲望の一つ。だからはっきり書いておきたいという気持ちになるのかしら。そうなんでしょうね。それはありますね。辰野はあれはその何の加藤さんの四畳半ね、あれと同じようにこれもその死後まで発表しないでおいた方がよかったりと書いてますよ、その座談会の中でね。四畳半面白かったなあれは。どうもしかし一般には読むことはできないんで。もうああいうものはお書きになる計画ございません。書かない、なんかなんですね、風も吹きまして聞かないとも限りませんけども、書かないとも。あれも突然でしたね。何が。私は全然ご計画は伺ってなかったですよ。そうです。どういうものを書くっていうことは全然。ちょっと前に言ったようなこう書体自体を変えてこのカタカナとひらがなとでこう夫婦にしてこういうように書くんで話したように思ったんですよね。しなかったですかね。いえ
そういうまあセックスを中心としたストーリーだというようなお話は伺ってなかったんです。あ、そうですか。だから第1回の原稿をいただいてちょっと驚いてた。ショックです。しかし、まあ戦争あるいは戦争前だったら とても許されないですね。許されないね、とても。戦後は本当に。映画はご覧になりましたですか、あの鍵の。あれね、あの時に、あの、だいぶ変えちゃったんで、喧嘩しましてね、大英と。しばらく怒って、僕は、その、おかんぶりに曲げてしまって、見なかったんですよ。だもんだから、それで、長い間見なかったんですよね。あの、今年になって、